坂本勇人、田中将大、前田健太、秋山翔吾、現役最強と言われる88年世代の中で、誰よりも早くプロの世界に飛び込んだ男、辻本健斗。今回は2004年秋、史上最年少の15歳でドラフト指名され、阪神に入団した辻本健斗のキャリアを振り返ります。1989年1月6日、ドイツの血を引くクォーターとして生まれ、兵庫県で育った辻本は幼少期から野球を始めます。すると2学年上のダルビッシュと投げ合うなど、その名は徐々に知れ渡っていきました。その後中学高校と順調に活躍を見せるかと思った辻本でしたが、中学1年時に練習がつらいという理由から野球を断念。そして辻本はなんと単身アメリカに留学し、アメリカンフットボールを始めることとなります。そんな中で久しぶりに野球をしてみると、驚くほど球速が速くなっていることに気づき、野球を再開。そしてネブラスカ州オマハのペースセッターというチームで140キロ台の速球を武器に全米大会出場に貢献しました。その後日本の義務教育にあたる9年の課程を修了した辻本は即プロ入りを希望し、これに対して日米の9球団が関心を示したといいます。そんな中、2004年のドラフト会議で日本プロ野球界に衝撃が走ります。まだ15歳の辻本を阪神が8巡目で指名したのです。この指名には有望な選手は地元の球団が支えるべきという星野仙一の意向があったといいます。これに対して当時シダックスの監督だった野村克也は大反対だ、人生を無駄にする必要はない、取る方も取る方だし、出す方も出す方、と非難したのをはじめ、高校も出ないでプロでダメだったらどうするのかと心配する声が多く上がりました。それでも辻本はアメリカで成績を残してきたこと、そして今後まだまだ球が速くなるという手応えを感じており、15歳でのプロ入りに関して不安はないと発言します。迎えた1年目の2005年シーズン、この年はウエスタンリーグで5試合に登板するも、防御率 11.37 とプロの高い壁に阻まれ、翌2006年シーズンはプロで戦える体を作るための基礎練習に重きを置いたことで実戦登板の機会はありませんでした。田中将大、坂本勇人、前田健太など同学年の選手がプロ入りしてきた2007年シーズン、ここから徐々に成績を残したい辻本は2軍戦で9試合に登板し、防御率 3.24 という成績を残します。翌2008年シーズン、そろそろ1軍での結果を求められた辻本は2軍戦には登板したものの、1軍登板とはならず、オフに育成契約となってしまいます。翌2009年は右肩負傷、腰椎疲労骨折など故障にも悩み、2軍での登板もなく、10月1日に戦力外通告を受けることとなります。それでもプロ野球選手として活躍する夢を諦めきれなかった辻本はトライアウトを受験。しかしスカウト陣からは球が遅すぎる、フォームがバラバラなどと厳しい指摘を受け、結局獲得に名乗り出る球団はありませんでした。どれだけ野球をやりたくても能力がなければできない、そう絶望感を募らせる中で、ある男との出会いが辻本の人生を支えることとなります。その男とは元阪神タイガース、そしてメジャーリーグも経験した薮啓一でした。大阪で主治医が同じだった縁もあった薮は、辻本のこのまま終わるのは嫌だという思いを察し、こう言いました。思い切ってアメリカに行ってやればどうだ。考えもしなかった提案にハッとしたという辻本ですが、もう一度アメリカで勝負することを決断。そして2010年2月、辻本は薮と共にアリゾナへと向かい、ここで根本的に投げ方から見直します。ヤブやメジャー関係者から腕を下げるよう勧められると、辻本自身も野球を続けるなら何か特徴がないとチームに入れない、そう感じサイドスローに転向。するとキャッチボールでも球速が出るようになり、4月にアリゾナで行われた4つの独立リーグ合同のトライアウトを受験すると、打者2人をセンターフライ、サードゴロに抑えます。この時辻本の球速は143キロを計測しており、失われていた球威を取り戻していました。直後球場で行われたドラフトでゴールデンベースボールリーグのマウイから1位指名され、戦いの舞台をハワイに移します。
ただハワイでは恵まれた環境で野球ができたわけではなく、住む場所は一般家庭でのホームステイ、さらに1ヶ月の給料は1000ドル、貯金を切り崩し生活費を稼ぐためイベントを仕切るアルバイトもしていたといいます。過酷な戦場でしたが、辻本はこの時阪神時代にはない自信がついていました。チームに頼ってもらえて一番いい場面で投げさせてもらえると意気に感じた辻本はこの年、公式戦32試合に登板し、3勝2敗2セーブ、防御率 2.88、 34回3分の1を投げ、48奪三振の好成績をマーク。そして直球の最速は151キロまで伸びていました。大リーグのスカウトは独立リーグでも逸材に目を光らせており、シーズン終了後、レイズのスカウトからマウイの監督のもとに入団テストを打診する一報が届きます。ただその中に辻本の名前はありませんでした。それでも辻本はダメ元で見てもらおう、そう決意し、なけなしの3000ドルで航空券を買い、フロリダで行われた入団テストを受験します。するとテストでは最速148キロの速球を武器に3者連続三振、満点のアピールを終えると担当者に呼ばれ、もう一回投げろ、シンカーを投げてみろ、そう言われ再びマウンドに上がります。辻本はこれまでシンカーを一度も投げたことがなかったものの、開き直って腕を振るとシンカーの球速は145キロを計測し、打者のバットをへし折ったのでした。するとこの好投を見たレイズのスカウトは辻本に近づき、こう言います。電話番号を教えろ、お前はマイナーのチームに行かなきゃダメだ、俺が絶対にどこかに入れてやる。その1ヶ月後、レイズは不合格になったものの、ニューヨークメッツとのマイナー契約を勝ち取ったのでした。そこからメジャーの舞台を夢見た辻本でしたが、メッツでは右肘を故障し、手術したこともあり、メジャーの舞台に立つことはできず、2013年に人知れずユニフォームを脱ぎました。引退に際し、辻本はアメリカ行きを進めてくれたヤブに連絡。そこでヤブから悔いはないかと聞かれた際に、きっぱりと、そして晴れやかに、やるだけやりましたと答えたといいます。プロで活躍できなかった辻本に対して、15歳でプロ入りは無理があった、高校に行ってからプロに入ればよかったのに、阪神に人生を翻弄された、などという声が多く上がりました。しかし、自分の人生の価値というものは、人が決めるものではありません。豊かな人生を送るためには、自分の人生は自分で決め、自分で決めた道は自分の足で歩くことが大切。そう辻本健人の野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは、今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。